皆さんこんにちは。 DIY 自分で作ろうへようこそ。今日は可愛いココア入りカップの描き方を紹介します。これから用意するものと描き方を説明します。用意するものは、絵を描くための白い紙、コップを塗るためのピンク色のペン、ココアを塗るための茶色のペン、下書き用の鉛筆、濃いピンクと黒のペンです。まず鉛筆でカップの外側の輪郭を描いていきます。大きな笑った口のような弧を描いてから、上の部分に盛り上がった曲線を描きます。次に右側にカップの持ち手の部分を描きます。次にカップの中のココアが入る部分を描きます。これでカップの輪郭の下書きが終わりました。次に可愛い籠を描きます。ビー玉のような大きな目を2つと、ほっぺた、まつげ、目の光、口を描きます。これで下書きが終わりました。これからペンで色を塗っていきます。色を塗り終わりました。濃いピンクで輪郭をなぞっておきましょう。これで完成です。 DIY 自分で作ろうを見てくれてありがとう。楽しんでもらえたら嬉しいです。他の動画にも興味があったらチャンネル登録してみてください。最新情報をアップしています。よかったら友達ともシェアしてみてね。ではまたお会いしましょう。